どうも皆さんこんにちは、チャクバスです。本日はですね、 ANA のゴールドカード3枚ね、国際ブランドがあると思うんですけども、この3枚をね比較やっていきたいと思います。皆さんね、この ANA のゴールドカード発行する際にこの3枚のカードで悩みませんでしたかね。まあ私は結構悩んで ANA ワイドゴールドビザカードを発行したわけなんですけども、これからね ANA のゴールドカード、まあ、発行検討されている方、まあ、特にね SFC 事業を検討されている方はゴールドカードに、ね、する方も結構多いかと思いますんで、本日はですねこの3枚のクレジットカードを年会費還元額などね、まあ、その点について比較ねやっていきたいと思います。まずね、すべてのカードの基本スペックね一覧でこちらに出しておきますけども、年会費はすべて14,000円っていう風にね値段は一緒という風になってるんですけども、ちょっとね赤字の部分ね見ていただきたいと思うんですけども、年会費の割引制度がね ANA ビザマスターだけね年会費の割引がありまして、還元額はね ANA ビザマスターは 1.35%、 こちら最大数になっておりまして、 JCB の方は 1.075% ということで、こちらも最大数になっております。で、貯まるポイントが ANA ビザマスターはワールドプレゼント、JCB はオキドキポイントっていう風になります。で、マイルコースはね、すべて自動10マイルコースっていう風になってますんで、まあ基本的なポイントはすべて自動的にね、ANA マイルに交換されるっていうポイントになっております。で、ポイントの有効期限、フライトボーナス、入会、継続ボーナスマイル、クレジットカードラウンジの利用有無、海外旅行保険、国際線ビジネスクラスのチェックインカウンターっていうのは、どの国際ブランドのね、カードであっても、利用することができます。で、注目していただきたいのは、まあ、この発行元なんですよね。この ANA ビザマスターっていうカードは、あの三井住友カードが発行している、ゴールドカードっていう風になって、JCB ゴールドカードだけ、JCB が発行しているっていう感じになるんですよね。ですんで ANA ビザと ANA ビザマスターっていうのは、まあ基本的に一緒っていう風になっておりまして、違う点というのはですね、海外で決済した時の手数料っていう感じになるんですよね。まあ、基本的にマスターがね決済手数料一番安いと言われていて、まあ、その次に JCB、 その次にビザっていう風にな順番になってるんですよね。ですので、まあ、海外でもねガンガン利用していきたいっていう方は、まあ、マスターカードがね、まあ、いいんじゃないかなと思います。またね、この JCB っていう国際ブランドは海外で利用できないところが多いので、海外でもガンガン使っていきたいっていうのを考慮すると、マスターカードがねおすすめっていう風になります。で、まずね年会費なんですけども、こちらね全部のブランドで14,000円の年会費がかかるクレジットカードになってるんですけども、三井住友カードを発行している、ビザマスターは、マイペースリボ、ウェブ明細の利用と、年間ね1回の手数料の支払いのある利用で、割引は受けることができます。まあこちらの制度が適用になるのは来年の2月からなんですけども、今現時点は、ウェブ明細とリボ払いの設定だけでね割引を受けることができまして、本会員の場合は割引額入れて9,500円、家族カードは、2500円っていう風になりますんで、まあ、かなりね下がりますよね。こちらのやり方についてなんですけども、こちらね動画の、一部でねちょっと入れてる部分ありますんで、そちらね概要欄に貼っておきますんで、こちら、ビザマスターの場合の、年会費割引についてはね、そちらの動画見ていただけたらなと思います。で、次にね JCB の場合も、こちら年会費割引のね優遇っていうのが、JCB の場合はスバリボっていうねリボ払いの設定をすれば、5,000円のね割引が受けることができます。ですけども、この JCB のスマリボっていうのは、もしこの ANA JCB ゴールドカードを、メインカードで考えている場合はですね、このスマリボを利用するとですね手数料負けしてしまいますんで、JCB の場合のこの年会費割引っていうのはね、まあ、基本的にお勧めできないんですよね。まあ、これもちょっと個別の動画出していますので、まあ、詳しく見たい方はねそちら見ていただけたらなと思うんですけども、この ANA JCB ゴールドカードを、保有するだけのね私蔵カードにして、まあ、実際にあの決済にね全然使わないっていう方は、
このスマリボ流をね、まあ、おすすめなんですけども、メインカードで考えていくとこのスマリボっていうのはね結構おすすめできませんので、その点はね注意してください。次にね還元額ですね、ビザマスターと、JCB の比較になるんですけども、ビザマスターの場合は、最大数が、還元額 1.35% っていう風になります。でこちらのまあ最大数までね上げる方法っていうのをまた別の動画で出しておりますんで、まあ、そちら見ていただけたらなと思うんですけども、結構手間です。ですけども、まあ、最大ね 1.35% っていう風な還元額を出すことができます。またねこの JCB なんですけども、こちらは最大 1.075% ということで、還元額だけで見るとビザマスターとこの JCB っていうのはね結構還元額離れてるんですよね。でこちらの 1.075% を出す JCB ゴールドカードですと、この最大還元額を出すにはですね、この JCB にはスターメンバーっていうね JCB 自体のプログラムがありまして、こちら前年額の利用の額によってねこちらボーナスポイントがつく制度があるんですけども、まあ、こちらを利用すると最大 1.075% ということで、この 1.075% に到達するにはですね前年の利用が300万円以上ないとこの 1.075% の還元額に行くことができませんので、まあ、これも結構大変ですよね、っていう風になりますので、ビザマスターと JCB の還元額の比較としては完全にねビザマスターの方がね還元額はいいですし、まあ、手間は手間なんですけども利用額っていう意味ではビザマスターのね還元額の方が上げやすいっていう風になります。まあね JCB の方は先ほど言ったねまたスマリボっていう制度があるんですけども、こちらを利用するとねポイントがさらについたりするんですけども、まあ、そちらもねメインカードの観点からすると、手数料負けしてしまいますんで、こちらね割愛させていただいております。で次にですね、今聞いていただいて今のところね ANA JCB ゴールドカードのねいいところっていうのが、まあ、全然見えてない動画になってると思うんですけども、 JCB にもねすごい強い部分がありまして、 ANA JCB ワイドゴールドカードの強みはですね旅行保険の充実さなんですよね。まずね海外旅行保険ねちょっとこちら保証額出させていただきますけども、こちらざっと見ていただいてもですねかなり差があります。まあ、基本的に ANA ビザマスターのね倍額の保証がねされていて、まあ、こちらは両方ともね自動付帯なんですけども、 ANA ビザマスターより2倍のね保証を受けることができますんで、 JCB の強さっていうとやはりここなんですよね。でまたね JCB の、ゴールドカードの場合、国内線の、遅延保証についても ANA ビザマスターよりねかなり優れております。こちらの表を見ていただくとね分かると思うんですけども、こちら国内線の、乗り継ぎ遅延とかね出航遅延とかそういう場合の保証額なんですけども、 ANA ビザマスターの方は利用付帯っていうことなんで、何かにね利用しないとこちらも保証自体が受けられないんですけども、 ANA JCB カードの場合は自動付帯で、受けることができまして、なおかつね ANA ビザマスターよりだいたいね2倍の額がね対象っていう風になっておりますんで、保証についてはですねやはり JCB カードはねかなり強いクレジットカードなんですよね。いかがだったでしょうか。今回は ANA ワイドゴールドカードの国際ブランド3つをねちょっと比較させていただきましたけども、まあ、基本的にはですね還元率だけを見るんだったら ANA ビザマスターっていう風になります。でもしね保証、海外旅行保険とかね、国内の旅行保険とかを充実させたいのであれば ANA JCB ゴールドカードがね、おすすめっていう風になります。まあ、こちらの ANA のねゴールドカードを発行検討されている方はやはりね SFC 事業をね検討されている方が、まあ、かなり多いと思いますんで、今ねこういう時期で、新型コロナウイルスの影響でね現時点では SFC 事業ね全然できるような環境ではないですけども、まあ、一般的に SFC 事業するときにですね遅延系の保証っていうのはかなり重要になってきますので、一概に言えない部分があるんですよね。もちろんね他のねゴールドカード系のクレジットカード、特に JCB とかセゾンアメックス系のねクレジットカードを保有されている方でしたら、まあ、ちょっとね他でカバーできる部分はね、まあ、あるかもしれないんですけども、どっちがおすすめってすごいね
言いづらいんですよね。私の場合はですね、 ANA ワイドゴールドカードを発行してたんですけども、まあ、それとは別にですね、ANA ではないね、JCB のゴールドカードだったりとか、SPG アメックスとか、まあ、セゾンアメックスゴールドとかね、まあ、それ以外の、ゴールドカード系のクレジットカードを保有することによって、まあ、ここら辺をね、結構カバーしてた部分がありますんで、SFC 仕様をね、検討されている方はですね、特に台風のシーズンとか、雪のシーズンとか、まあ、そういうシーズンにね当たってしまう、もしくはそういう時期にね、SFC 主義を検討されているようであれば、このね、JCB のゴールドカードの方が何かあった時にね保証してくれますし、やっぱりねそういう時代にね巻き込まれた時に結構ねもう頼るところってこの保険しかなくなってくる部分がありますんで、まあ、そういう意味ではですね、どっちを利用するかっていうのは、まあ、本当にお好みになってくると思いますんで、これからねどういう感じで利用するかでどっちのカードがいいかね選んでいただくっていう感じになると思います。今回の動画はね、こんな感じで、終わりたいと思います。この動画役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんで、フォローチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。